皆さんこんにちは、国とこナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。閑静な住宅街、すぐそこが山。今日は分かりづらいうまいお店シリーズ、山菱屋さんです。どのぐらい分かりづらいかっていうとね、今曲がるところが分からなくてナビ設定してます。ほら、曲がるとこ分かんない。桐生市の山の木は知らなきゃ絶対にたどり着けない場所にある山菱屋さん、一体どんな感じなんでしょうか。それでは続きをとくとご覧あれ。着いた、最高のロケーション。開店前に着いちゃった。文化財的な看板いいね。店内は小上がりにテーブル2択、座敷にテーブル4択、ホールには6人掛けテーブルが1択、定員マックス30名ほど、中規模ぐらいですかね。今日はここを撮影地とする。お水とお茶はセルフで飲み放題。全てのメニューは50円でひもかわにできます。壁にはサイドメニュー、砂肝、つくね、もつ煮、揚げ豆腐など、ちょっとした居酒屋のメニューみたいです。かけが450円から、安心価格。天ぷらそば、うどんが700円、ってことは野菜天ぷらかな。天ぷらは100円から、安い。もう決まった。はい、天ぷらそばと、はい、あと合い盛り、かき揚げ天とちくわ天一つ、以上でお願いします。来るまでメニューを眺めるのも楽しみ。気になるのがあったんだよな。麻婆750円、冷やしもある。味噌辛、ラーメン屋みたい。気になるな。海藻600円、海藻大好き、持ってかれる。みぞれ700円、おろしとはまた違うのかな。気になる。ちょっと見づらいけど、鍋たぬき630円、鍋焼きうどんのお安いバージョンと思ったら、鍋焼きうどんと70円しか変わらなかった。鍋焼き、五目、ともに700円、安っ。などとしていると、できた、嫁さんの天ぷらそばが。エビ天だった。エビ天そばの700円は安い。しかもわかめ、インゲン、ナルト入り。やべ、かき揚げとちくわ天、うまそう。はい、すいません、私のも来た。合い盛り550円、ビッカビカ。湯がいた大根が乗っかってる。花形人参の上にわさびが、おしゃれ。さらに漬物盛り合わせ付き、4種類も。いただきます。いただきます。絶対そばから。細めでしなやか、いいツヤ。あ、どっぷりつけちゃった。うん、うまい。そばの香りと茹でた大根の味が何とも言えない。つゆも出汁がよく効いててうまい。うどんが美味しいっていう口コミが結構あったけど、そばも十分美味しい。つぶってるわけじゃないんですけどね、わさびをちょこっとずつつけて食べると美味しいんですよ。大根は普通オプションとしてお金取れるのに、デフォでつけてくれる。しかもメニューには一言も書いてない。うん、奥ゆかしい。しかしよく食うな。小皿からはみ出そうな漬物、高菜の油炒めかな。美味しい。ほんのりと甘い味付けで柔らかく食べやすい。評価の高いうどん食べる。あ、もうつかみ心地がしなやか、つやっつや。
あいもりはうどんとそば両方味わえるからいいよね。うまい。滑らかなのに噛むと抵抗がある、匠の技。今更ですが私9対1でそば派です。そのそば食いの私が食べるくらい桐生は絶品うどんのお店が多い。決してうどんが嫌いってわけじゃないです。そろそろかき揚げでかそばチョコに入んねえよ。うん、美味しい。甘くて端っこの焦げたところが香ばしくていい。玉ねぎのかき揚げ大好物。出だしが遅れました。くみとこスペシャル。いつもながら深夜のご視聴はおすすめいたしません。うん、合う。ピリッと辛くて爽やかな風味、柚子七味合うな。止まらないやつ。花形人参も残さず食べる。せっかく手をかけてくれたもんだから。100円のかき揚げも食べ応えあるし、またいいお店見つけてしまった。そういえばスタッフに男性がいなかったけど、女性だけで切り盛りしてるのかな。たまたまかな。店内には花とか観葉植物が多く飾られていて、女性らしい気配り。おそらく女性オンリーで回しているんでしょう。人参も花形だし、違ったらすんません。あっという間に終わり間近。あ、すいません。開店直後なので透明だけど全然 OK。 なんなら左右でも OK。超絶満足。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。